あ、こちらのセッションは、マコピーさんによるどうしてもパールでドローンを飛ばしたい人のためのハードウェアハック概論となります。定刻になりましたので始めさせていただきます。それでは、マコピーさんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。どうしてもパールでドローンを、どうしてもパールでドローンを飛ばしたい人のための、ハードウェア回路、そんな奇特な人は多分いないと思うんですけれど、僕がちょっと飛ばしたかったので、というかこれ喋りたかったので、僕だったら今だったら GO 使うなって思うんですけど、ちょっとパールで飛ばしてみたみたいな話をしたいと思います。じゃあ、デーゴ行きます。こんにちは。こんにちは。とりあえず自己紹介、ツイッターはマッキーアンスコタブルでマコピーって名前でやってて、会社アカウントもマコピーで、最近マコピーにツイッターアカウントも変えろって圧力をかけられていますで、面白法人開発っていう会社で、仕事の方はソーシャルゲームのサーバーサイドエンジニアで、運用と開発やってます。主に、使ってる言語はパールと Go です。で、ちょっと皆さん逃げてしまわないように、逃げてしまう前にちょっと PR ってことで、なんか1週間前にこういうゲーム、ポケットフットボーラーっていうゲームをちょっとリリースしまして、で、サッカーのゲームなんですけど、ソーシャルゲーム、スマホのゲーム、 iOS も Android も出てます。で、これのちょっと話題に出したからにはちょっと本題につなげないとなっていうなんですけど、ポケフトって言ってるんですけど、僕らは、ポケットフットボーラー、もちろんクライアントアプリがあってサーバーサイドアプリがある状態なんですけれど、このような感じ構成になってて、1枚板の PSG アプリケーション、パールのウェブサーバーで動いてるんじゃなくって、そのバックエンドになぜか Go がいるんですよね、API サーバーとして。これなんでやってるかっていう と、ユーザー数が増えた時のために、この前段を横に並べることで、DB がマスター DB1 台でシャーディング構成ではないんですけれど、こう増えても大丈夫なような構成になってるって感じなので、この話もちょっとしたかったんですけど、リジェクトコンとかでできたらいいなって思っております。というわけで、Go とか Perl とか興味がある方は早くなんかお声掛けください。さて、こういう感じで複数のアーキテクチャで役割を分担して一つの目的を達成する、いわゆるマイクロサービスの考え方の一つだと思うんですけれど、こんな感じでハードウェアにも同じようなことを適用できないかなと思って、そういう話もちょっと混ぜていこうかなと思っております。以上 PR 終了。はい、アジェンダです。前半戦と後半戦あります。サッカーのようにこういうのちょいちょい出てくっていうなんていうんですけど、まず、これプロポーザルに書いたやつですね。買ったクワッドコプターを外部から操作する、ハックするっていう前提でやっていこうかなと思ってます。電気的介入って、なんか謎の文字列があって、あとそれでもダメなら例えば物理で抑え込む、あと乗っ取るのがダメなら基盤で入れ替えるって話をしようと思ったんですが、電気的介入っていうのは前やったことなんでこれ話せるぞと思ったんですけれど、物理で抑え込むっていうのを考えてはみたんですけれど、そこに必要な 3D プリンター買ってきたんですけれど、 3D プリンターなんか中国製で組み立て式でちょっとできてないんでちょっとダメだなってなりました乗っ取るのがダメなら基盤ごと入れ替えるっていうんですけど、買ってきたサイズのこのサイズのマッカートコプター買ってきたんですけど、ちょっと開けてみたら意外に基盤小さくて、これ乗るやつあんのかなと思って、調べてあるはあるんだけれどちょっと間に合わねえなってことでちょっとキャンセルってことになりました。で、時間が余ったら IR レベルですけども、バツの部分も話そうかなと思っております。IR レベルですね。で、後半戦、これはプロポーザルに書いてないやつですね。頑張ってクワッドコプターを作るっていう、とにかく頑張ってクワッドコプターを自分で作るぞみたいな感じでやっていこうかなと思ってます。でクワッドコプターの構成要素だとか、どうしてクワッド、クワッドコプターって4つ羽がある、こいつのように4つ羽がある、ちょ見えないな多分あの羽がある、航空機、回転翼機なんですけれど、これがどうして飛ぶのかとか、他のメインローター、テールローター、普通のヘリコプターの形式と比べてどこがメリットでどこがデメリットなのかっていうのをちょっと話していこうかなと思ってます。で、Amazon でパーツをガンガン買ってって、それを組み立てて飛ばしてパールで操作してみようかなっていう話です。
はい、こっちはなんとかなったので、まあ、なんとかはなってないかもしれないですけど、お楽しみください。はい、まあ、そういう感じで、パールの話は、だから後半戦の後半に行くまで出てこないっていう感じですね。はい。はい、で、買ってきたドローンを操作するっていうのを考えましょう。まあ、トイヘリ、まあ、今僕が見せたやつ、トイヘリっていう、まあ、なんか簡易的なトイヘリの分野っていうのがあって、それ大体2万円、まあ、1万円以内もあります。まあ、普通に飛ばすだけであればいいし、FPV っていうんですけれど、カメラをつけて、それをリアルタイムで見ようって、まあ、そういうちょっと高度なことをしない限りは、例えばカメラがついてるのもあるし、録画できるのもあるし、操縦も普通に操縦できるし、まあ、最近のこういうちっちゃいおもちゃみたいなヘリでもちゃんと安定して飛ぶので、まあ、飛ばしてみたいっていうだけだったら、カートでどんなものがあって思ったらこれで室内用ですね、大抵でやってみればいいかなと思ってます。で、パロットのドローンってなんかAR ドローンっていう、もともと3、4年ぐらい前に出たなんか AR ドローンっていうクワッドコプターがあって、この右上の 2.0 って書いてあるやつなんですけれど、こいつは中に Linux の基盤が入っていて、それを Wi-Fi 経由で飛ばして、スマホアプリが Wi-Fi でそれつなげて操縦するってタイプのやつで、まあ、Wi-Fi が届く短距離であればリアルタイムで見ながら操縦もできるし、まあ、そこそこ本格的なドローンで、こいつは3万円以上します。で、あと、まあ、なんか最近出たのベボップドローンっていうのがあって、こいつはなんかよくわかんないんですけど、専用のコントローラーがあって、それでタブレットを入れながら操作するって感じになっております。まあ、ミニドローンっていうなんかちっちゃいのも最近出たようですね。で、今回ハックに使おうかなと思ってるのはこいつで、ファントムっていうんですけれど、結構空撮用の本格的なやつですね。まあ、DJI ファントム、僕が使ったのはこれ結構前の話なの、この話をするのは結構この今から話すことをやるのは、結構2年ぐらい前にやったことなので、その時はファントム3じゃなくて無印のファントムだったんですけれど、まあ、その話をしようかなと思ってます。こいつはちょっと10万じゃなくて、もうちょっと7万円ぐらいからちゃんとプロポっていうコントローラーですね、付きのもので売ってはいます。で、それにこういうふうに専用のカメラつけて、これちゃんと水平を保つように動くんですけど、下のモーターがついていて、まあ、そういうのもあります。はい、まあ、こういうレディットフライ、プロポと本体をセットに入っているやつで、ペアリングだとか調整とか全部ついてやってて、目的としては空撮飛行、まあ、作る目的ではない、完全に飛ばして何かをするようで、これらは売られていると。はい、で、まあ、電気的介入をここにしていこうかなって思います。で、いくつか、まあ、ハードルっていうのはあるんですけれど、まあ、DJ ファントム開けたらこんな感じになってて、この中にオレンジ色の、まあ、これフライトコントローラーっていうやつ、こいつは NASA っていう名前のコントローラーなんですけど、これは DJI っていう会社がもうそのままついて専用、まあ、他のドローンにも使えるけど、これにはこれがついているって感じになってて、なんかケーブルがいろいろ養生でやってるのは、こうやって蓋が上につくんですけれど、まあ、それにおさずれると挟まって収まらないから、こういう感じでいつも養生でこうやってやってたんですけれど、で、まあ、こんな感じのコントローラーが入っていて、まあ、これがどういうことかっていうと、こんな感じで、右から、まあ、ちょっと見せるんですけど、こういう飛行機、ラジコンヘリを操縦する用のコントローラー、プロポっていうんですけれど、こういうやつの信号、これは送信機なんですけど、受信機っていうのがまた一つ別にあって、それがこの本体の中に収まっていて、これが電気的な接続、まあ、信号だったりをしていて、それがコントローラーに入っていきますよと。その後に後ろについてる、まあ、白い4つぐらいあると思うんですけれど、それが、モーターにつながる端子で、これに、モーターって、まあ、普通の電子機器と比べて大電力、例えば、ファントムのモーターであれば1個あたり、まあ、10アンペア以上流れる、まあ、10アンペアっていうのはちっちゃいミニマムな電子機器の中では大きい方、かなり大きい方なんですけど、まあ、なので、まあ、このこいつにはまあ10アンペア流れなくて、こいつはただ速度を送ってあげるんですよね、モーターに。で、もっと別のところから電気が来てるんですけれど、こいつはコントローラー、プロポから入ってきた信号を、まあ、何らかの計算式によって、変換して、モーターそれぞれにこの回転数で動けよっていう感じで送ってると。それがまあこういう感じです。まあ、こんな感じのコントローラーが入ってますよと。
でこういうナザ、オレンジ、さっきのオレンジ色のナザってやつなんですけれど、中身がどうなってるのは結構不明で、なんか調べたら、開けた人がいて、調べたらなんかアームの頭いいやつが入ってるっていう話はあったんですけれど、まあ、Windows で、Windows のなんか専用のソフトウェアがあって、それを USB でつなげると、なんか中の設定、どれだけフィードバックを強くするとか、そういういじるソフトがあるんですけど、これのプロトコルはよくわかんないぞと。こいつをちょっとハックするのは難しいんじゃないのかなって、まあ、まず思いますよね。まあ、そこで、ブラックボックス的にハックしていくっていう方法を考えたいと思います。はい。プロポの出す信号、まあ、こいつですね。こいつの受信機が出す信号なんですけれど、こいつは、まあ、一本に束ねたやつがあるんです、のも、企画もあるんですけれど、まあ、古き良きサーボ、まあ、レガシーってちゃんとなんかソースコードにも書いてあるんですけど、レガシーなやつはサーボ1本につき、さっきみたいにあのクアドコプター4本モーターがあるので、さっき4つ出てましたけど、1本のケーブルを使う。でこれはまああのさ、PWM っていう方式でなっていて、まあ、パルス幅制御ですね。で、パルス幅制御っていうんですけど、まあ、こう0と1の時間の比だとかな、それぞれの長さは絶対値で決めるというふうになっています。はい、次、まあ、波形を見てみると、まあ、こんな感じになっていて、これが、1、上が1で下が0、これがオシロスコープ、電圧、まあ、オシロスコープを見たら、これ時間、右が時間ですね、こういうグラフなんですけれど、まあ、これの、ここの幅が値になるよ、あのサーボとかあのクワッドコプターの場合は幅が値になるよってことで、ここの、プロポの場合、大体、1000マイクロセコンド、1000マイクロ秒から2000マイクロ秒の間でここが増減します。で、だから1000と2000の間の、まあ、幅は1000の間で強くしたり弱くしたりとか、あと例えばこの信号は、クワッドとかではなくて、あと固定翼機、普通のラジコン、インプレーン、まあ、なんか飛行機、固定翼機にも使われていて、それは、こう羽が動翼っていうんですけど、羽がこうパタパタ動くところがあるんですね。それは、サーボモーターっていうやつで使われてるんですけど、そこも当然この同じような同様なもので使われてますと。でこの波形を見てみると、まあ、こいつはちょっともしかしたらいけんじゃないかなと思って、まあ、これちゃんとオシロスコープで測って、あ、こういう感じなんだなって思って、もちろんあのこういう感じなんだよってググれば出てくるんですけど、僕はあのやってみないと分かんないんで、毎回あのオシロスコープつないで、あ、こういう感じで動いてんだなっていう風に見て、あ、これいけんじゃないかなと思いました。で、まあ、ハードウェア構成として考えたんですけど、左にラズベリーパイ、Linux が動く、ARM、頭が ARM、CPU が ARM のコンピューターと、上が RD の、中は、8ビットマイコンですね、と IO がいくつかいっぱいあるやつですに対して、これで NASA に信号を与えてやると、まあ、どういうことをやるかっていうと、ファルマータっていうプロトコル、これはシリアル接続でつなぐんですけど、シリアルっていう2本の線でこう双方向に、マイコンとあのパソコンだとか、Arduino とかじゃなくて、ラズベリーパイだとかで制御できる、信号の形式があって、まあ、それであのファルマータ、その中にファルマータっていう、プロトコルがあるんですけれど、まあ、これは Arduino の標準で、ちゃんとついてるやつで、ちゃんとあのファルマータ使いますよっていう、まあArduino のプログラムはスケッチっていうんですけれど、そのスケッチを書き込んであげれば、まあ、動きますよというのがありますと。もちろん、Perl だとか Python だとか Ruby だとかそういうのにも、ファルマータに対応したプロトコル、あのライブラリがあります、まあ、それで、Arduino に命令を与えてやって、それであの PWM 値を、書き込んであげることで、 Arduino がそれに応じてさっきの波形を NASA に入力してあげるっていう感じで、まあ、いわゆる、プロポ電気もう本当に介入っていう感じで、まあ、本当はプロポっていうのはつながってる先が、まあ、こんな感じで、あの人間が手を動かして動かしてるんですけど、まあ、こんな感じで、それをキャンセルしてあげて、ちゃんと自動計算された値を NASA に入れてあげることによって、まあ、自律的に飛行できない、できるんじゃないかっていう感じで始めました。はい、入るかな入るかなってこんな感じでやるんですよね、毎回。あのこうやってパカッて開けて、こう電子部品をこうやって横に避けながら、これあのラズベリーパイがスポッて入ってるんですけど、さっきの、NASA が入ったところを取っ払って、そこにスポッて入って、あ、スポッて入るじゃんってなって、でその上にこう Arduino っぽいやつ入れられないかなって、こうやってジャノベ基板っていうんですけれど、まあ、それをこう重ねていくんですよね。で結果的に、
このラズベリーパイって USB 端子だとかあとオーディオだとか、まあ、そういう、まあ、今回使わないものあと LAN あとも LAN もそうですね LAN は無線 LAN でやってたのであの USB にくっつくようにそこから USB のちっちゃい LAN アダプターを無線 LAN アダプターをくっつけてあったので有線の LAN もラズベリーパイにはついてるんですけれどそれもハンダで取っ払っちゃってもうだいぶ薄い状態で載せました。面積をあの体積を確保するために他の機器を載せるで、まあ、こんな感じで入るかな入るかなってやってってで収まりました。こんな感じです。中に薄黒いところになんか黒い中のところにラズベリーパイの USB の端子があるんですけど、まあそこに USB の、無線 LAN のドングルだったりだとかあとこっちが、他にも、カメラウェブカメラとかもこの後つけたりとかして、まあ、それであの自動制御に使うように、まあに自動制御に使うように画像認識をやるっていう感じだったんですけれどそれをやるようにウェブカメラをくっつけたりだとかしてました。で、まあ、こんな感じでスポット収まったと。でもこれはあの実はちょっとデメリットがあって、まあ、これには書いてあるんですけど、ラズベリーペイが収まるとこだったところは本来は、バッテリーが収まるとこだったんですよね。だから飛びねえぞってなったんですけどそれはちょっとあの別の方法で解決して、足がありますね白い足が、まあ、これ安いんですけど大抵クワッドコプターって墜落するもんだから足の部分はすごい安いんですよね。300円ぐらい売ってます、ファントムの場合は。で、この足にくっつける、なんか 別のメーカーが作ってるやつでバッテリーを2個マウントできる両方左右に2個マウント外付けでマウントできるような、足が売られていてそれをくっつけて中に何とかして取り込んででそこの蓋のところは横をケーブルが取り込めるようにリューターで削ってドリル削って、まあ、引き込むっていうことをやって、まあ、なんとかなったって感じですね。はい。で、ハードウェア編、ハードウェアはこんな感じですね。で、ファルマータさっきの話ですね。まあ、実はミディベースで、ミディをちょっと改造したようなやつなんですよね。で、ただ、結構、標準でついてる機能が多くて、例えば今回の場合は、アナログ値、アルディーノには、アナログ値、デジタルじゃなくてアナログの信号を、今何ボルトっていうのを読み取る機能があるんですけれど、ファルマータには、そういう、それをアナログ値で読み込む機能とかはついてるんですけど、まあ、そういうのがちょっと不要だったりだとか、まあそういう不要な機能もファルマータについていて専用品でガッツってこう例えば、製品として作るとかそういう時にはあんまり用いられないかなと思ってます。こういうのはまあ多分独自のプロトコルを使ったりとか、さっきの、別のトークでもありましたけど I2C とかそういうものを使うだと思います。アルディーノも、ラズベリーパイもI2C は使えるのでそれを結線してあげることで並列接続センサーの並列接続とかをしたりとかもできます。まあ、そのように、ファルマータさっき言ったように標準ライブラリがあったりだとか、シパールだとデバイスファルマータというライブラリがあってこれを CPAN-M することができますと。はい。で、アルディーノでの PWM 出力なんですけど、ドキュメント読んだら、アルディーノで PWM 出力ってググるとまず出てくるのがアナログライトっていう関数が、ちなみにアルディーノっていうのはなんか、アルディーノ言語みたいな、なんか C++ の仲間みたいなので書くんですけれど、それに便利関数がポコ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 入ってるっていうのがあるんで、まあ、普通に01を出すとか、LED をピカピカ光らせるとか、それだけだったら非常に簡単にできるっていうのがアルディーノの特徴なんですね。なので、便利関数、その便利関数の一つとして、アナログライトっていうのがあるんですが、これは、無視しようということで、なんでかっていうと、0から255までの値しか取れないんですよね。でさっき言ったようにプロポの信号っていうのは、1000から2000の値を取って解像度が悪くなってしまうんですよね。でアルディーノには実は別でこれとは別にサーボモーターのライブラリがあってアルディーノサーボ .h っていうのがあるんですけれど、PWM 信号ってまさにもともと羊は、サーボモーターなのでこいつをちゃんと使ってあげれば、マイクロセコ単位で制御ができますと。ああいう PWM 信号さっき見せたような PWM 信号が取れます。こんな感じで書き込みます。でプロプ信号は通常、まあ、さっき言ったように1000マイクロセコか2000マイクロセコの間を取って、その幅によって、モーターの回転数が上がったりだとか下がったりだとか、サーボの、さっき言ったようにサーボモーターだったら角度が変わったりとかします。
はい、ラズベリーパイ側は、この時はパールじゃなくて Python 使ったんですよね。まあ、なんでかっていうと OpenCV を組み合わせる関係上、OpenCV をサポートしているのが C++ と Python、まあ、その時はですねだったと思うんですけれど、まあ、そういうわけで、まあ、公式サポートしてるから Python を使おうっていう話になって Python を使いました。で、PyFarmata っていう同様のライブラリがあって、これを Arduino と通信するプロセスと OpenCV でカメラを読み取って、この物体ここにいるからちょっと右に寄れみたいな計算をするやつだとか、他にも、ウェブサーバーを立ててあげて、そのウェブ API 経由で、操縦できるようにするとか、そういうのがあると結構デバッグに楽なんですよね。あとOpenCV の、パラメータを変えてあげて、明るいからちょっと暗くしろとか、そういうのもウェブ API で生やしてあげて、まあ、こんな感じでそれぞれはループするんですよね。無限ループで走ってて、もちろん、無限、イベントドリブンで書くこともできるし、この場合、スレッドも使ってたんですけど、特に PyFarmata はスレッドを使うので、スレッドを使ったんですけど、まあ、ちょっと分かりやすくしようとか、あと初期に全部スレッドでやったらなんかあまり僕がスレッドに慣れてないっていう関係もあって、普通にデッドロックを起こしたりとかしてて死んじゃったりとかしたので、まあ、ちょっとプロセスを分離してあげて考えやすくしようってことでプロセスを分離して、一気に全部プロセスをここにポコポコ立ち上げて、その間のプロセス間通信っていうのは、生ソケット通信のテキストプロトコルでやり合うっていう感じですね。まあ、いわゆるなんか似たようなのとメムキャッシュ D とかそういう感じでテキストプロトコルでやり取りをすると、例えば特に、もう一つこれ書いてないんですけれど、ラズベリーパイに入っているシリアルの端子っていうのは、まあ、見る多分一つのプロセスしか握ることはできない、普通にやったらので、まあ、複数のプロセスが共用して使うっていうのはできないんですよね。なので、まあ、それはプロセスを限定させないと、まあ、いかんともしがたいなっていうのがありますと。で、ここでちょっと一つ話題がちょっと変わるんですけど、まあ、今のボードを安全に作るっていう話題なんですけど、まあ、いわゆるフェールセーフっていう話ですね。ファントムでこう介入する、まあ、今の話ですけど、時はボードがこう、この後にラズベリーパイの先に自作のアルディーノが、ちょっと IO の関係上2枚分 IC が入ったやつがあったんですけれど、それは自分でファームウェアとか書いてるわけだから、バグがあったりとかするとなんか無限に上昇してどっか行っちゃったりとかバイバイとかなっちゃうわけです。それはちょっと怖いし、人にぶつかってもちょっと事故になっちゃって怖いので、まあ切り替えを、ハードウェアでやろうっていう、ハードウェアっていうのはこれどういう意味かというと、プログラムを使わずに、完全な電子回路として動作するようにする。それで、まあ、プログラムが介入しないようにして安全に作るっていう考え方で、まあ、回路を作りました。まあ、それで、標準 IC の中に、標準 IC って、電子工作で使う便利な回路がこう入ってる、例えば NOT 回路とか AND 回路とか、まあ、プログラミングでおなじみのやつがこういっぱい入ってる IC が売ってるんですよね。電子工作に使うようとか、ちゃんと標準の製品、製品で使うようなようにあるんですけれど、その中に、アナログ標準回路の中に2チャンネル、マルチプロプレックス IC っていうのがあって、これは、どういうやつかというと、3本線があって、1つのセットの回路のセットの中に、3本じゃないね、4本だな、4本あって、入力が3本で、出力が1本で、入力のうち、2つは、出力に側に行くんだけど、それを切り替えるのがもう1本の入力の回路、ローの時は A の A 入力 A の方、図書いてるのはダメなんですけど、ローの信号がローの時は A の信号を採用して、ハイの時は、B の方の信号を採用するっていう、まあ、IC があると。回路が入った IC があって、それを、組み合わせて使う、まあ、プロポの信号を使うのか、まあ、こちらが自動計算したプログラムので作った PWM 信号を使うのかっていうスイッチを行ってました。これで介入ボードがもし故障しても、まあ、それにたか、IC 側にプルアップ抵抗っていうちょっとマニアックな単語が出てくるんですけれど、抵抗を、ぶら下げるっていうんですけど、ぶら下げる、まあ、違うな、はい、抵抗、でかい抵抗をぶら下げることによって IC が完全に死んだ場合で、故障モードっていうんですけれど、故障モードが完全にローになっちゃった場合でも、でそれが乱れ、ガッガッガッって乱れちゃった場合でも、ハイ側に行って、ハイ側、そうするとハイ側にこいつの、
プロポ信号をつなげることによってもう完全に落ちちゃっても回路さえ生きてれば大丈夫みたいな、そこの回路さえ生きてれば大丈夫みたいな感じにしてました。まあ、それでもなんか空中でなんか挙動の、不審な挙動したと思ったらいきなり墜落したっていうこともありましたけど、まあこんな感じでできるだけまあなんか怖いものを扱っているのでできるだけ安全に作るってことをやってました。でその中で、IC の回路が余ったんですよね。なんでかっていうと使った IC は4053っていう、まあ、型番の IC で、これは2チャンネルのマルチプレクサっていうのが今入ったやつが、3個入ってるんですよね、1個の IC の中に。でプロポ信号って、ヘリの場合は4つ使うんですよ。ピッチっていう前後に傾ける操作、ロールっていう、左右に傾ける動作、ヨーっていう左右に首振りをする動作、スロットル上下っていう4つ使うんですよね。でも、まあ、1個だと3個で足りないんで、まあ、それを4つ使う、まあ、2つ使って6つ分の回路を使ってそのうち4つを使うってことにしました。しかしその場合は2個分の回路が余るなってなって、でそこでちょっとなんかお風呂の中で考えて、なんか使えないかなって、面白いことに使えないかなって思って考えてたんですけれど、まあ、そこで、介入、まあ、ちなみに、介入の回路は、周辺機器のがいっぱいちょっと急軸っていう、機体の傾きだとかを検知する回路だったり、あと GPS もシリアル使うんですけれど、まあ、シリアルの IO が足りなかったので、R 機能を2つ1つの回路にパッケージに収めちゃって、それで、それぞれで協調動作をして最終的に書き込むみたいなことになってたんですよね。でちなみに Arduino の書き込みにはシリアル UART っていうんですけどを使うんですよね。で、まあ、だからつまり、2本あれば1つの Arduino を書き込めるけれど、ラズベリーパイにはあいにくその1系統しかないんですよね。送信受信の1系統しかなくて、2つの回路に同時に書き込むのは難しい。そこで、ここのマルチプレクサー回路は2セット余ってるわけだから、送信受信それぞれに組み込んであげて、それを、ラズベリーパイの GPIO っていうんですけれど、それでオンオフを切り替えることによって、まあ、ソフトウェアで、これはこの時シェルスクリプト使ったんですけど、それでパチッて切り替えて、セットアップ中に今はこっちの A 側のアルディーヌに書き込んで、でそれが書き込みが終わった B 側の回路に切り替えて書き込むみたいなことをやってました。まあ、これによってさっきパカッて閉めた画像があったと思うんですけれど、あの場合取り出して書き込むっていう行為が非常に大変なんですよね。だから、まあ、オンザエア、まあ、つまり、オンザエアっていうのか、まあ、よく分かんないですけど OTA か、はい、みたいな感じで、無線で遠隔操作でプログラムを書き換え可能にするようにしたことによって、まあ、利便性が増したと。まあ、なので、まあ、結構ハードウェアって、リソースが足りないので、余った何かに使おうっていう感じで考えていくと結構面白いものが作れるようになって今日思いました。はい、前半戦終了です。今が37ちょうどいいかな。はい、じゃあいいですね。はい、じゃあ後半戦いきます。頑張ってクワッドコプターを作ろう。はい、クワッドコプターについて話して、Amazon でパーツを買ってってパールで操作してみる、非常に皆さんでもできる簡単なやつですね。はいこれだけ見ると、まあでも本当に簡単にできると思います。まあ話していくんですけど、クワッドコプターってもう難易度的には多分自作 PC と同じぐらい。自作 PC っていうのは、まあ、キャバラ行ってCPU だとかメモリだとかマザーボードとかモニターだとか OS だとかをパッて買ってきて、それを刺して同じ色、今だったらもう同じ色のところに刺せばもう動くんで、刺して OS インストールしたらパソコンの出来上がりと思うんですけれど、こういうこともそうで、ただまあ色とかはついてないんですけれど、買ってきてちゃんと覚えてればこれがいるで、それに合わせたものを買ってくれば全然できるので、まあ、結構自作 PC と似通ってるんじゃないかなと思います。はい、で頑張ってクワッドコプターを作ろうってことですね。その前に、クワッドコプターなぜ飛ぶのかということなんですけど、実は4枚羽があるんですけれど、それぞれ回転方向が違うんですよね。まあ、これは理由がもちろんあります。まだ3って書いてあるところは、右、時計回りに回って、10って書いてあるところは反時計回りに回る。それが交互についている形になっています。で、実際に回して音で聞いてみても分かるのかな。やってみますか。飛ばしませんよ。ま、羽ついてないんで。よいしょ。よいしょ。結構アンプのモーター
直結で電源つなぐんじゃなくてアンプっていうやつをかましてるんですけれど、これです、作ったやつです、今から話すやつですね。このアンプの音って、こいつ結構プログラマブルにできていて、まあ、それを書き込むにはなんかボードみたいなのが必要なんですけど、つなげると結構こういう可愛い音をするっていう、まあ、これ NASA でもそうだったので多分みんなそうなんだろうなって思ってます。で、これを起動するにはこれプロッポなんですけど、でこれ怖いな、なんかガタガタ言うだろうな、ちょっと待ってくださいね起動すると多分ガタガタいっちゃうんで、なんか柔らかいとこに乗っけて、で、なんかこれ、なんかこれプロップなんですけど、ここがスロットルですね。で、これでなんでこれでなんかガンガン言わないのかっていうと、まあ、ちゃんとした本格的なやつであれば、なんかすごい不自然な、こう、なんか隠しコマンドみたいなことを打たないと、ちゃんと回らないんですよね。ARM って書いて ARM って言うんですけれど、まあ、隠しコマンドってこの場、コントロールの場合、スロットルが0で0っていうかまあ線ですけど、で、こっちが用なんですけど、用が、右端いっぱいだと回り始める。で、こいつなんですけど実は、つながってあれで追って分かるかな、スロットル上げるとあのかな、まあ、下げるとこうなる。今ちょっといっぱいいっぱいでしたけど。で、右に、左に行きたいなって思ったときは、こっちかな。これちょっとわかるかな？右側がちょっと回転数低いんですよね。ここの間近だとわかるんですけど、まあ、ちょっとこれ後で話しかけてください。で、こっちとこっち違うんですよ、回転が。なんで違うかっていうと、止めましょう、怖いんで止めるときは、スロットル下でこっちかで止まる風になってます。で、空中でやべえなって思ったときはもう壊れてもいいからやめてえなってときはこれやったら本当にポンと落ちます。まあ、何回かやったことあります。で、回転方向、こっちとこっちでなぜ回転方向が違うのか、こっちとこっちが一緒なんですよ、対角線が一緒なのは、回転数をこっちと対角で合わせてあげればちゃんとまっすぐ飛んでいられるんですけれど、ちゃんと平行が取れてればそれですけれど、ただ、ちょっと物理の話になっちゃうんですけど、モーメントがちょっと変わってきていて、角運動量が変わってきていて、こっちが時計回りでこっちも時計回りで、時計回りバックが強いからこっち回っちゃうんですよね。ハントルクだからこっち側かな、違うのこっちだな、まあ、ハントルクなんですけどで回っちゃうと、だから互い互いに違うようにしてあげることによって首振りができるようにしてあげるっていうのがクワッドコプターの主すごい大事な特徴です。もちろん、それぞれの回転数、例えば左右を変えてあげて右に行ったり左に行ったりだとか、まあ、前後に行ったりだとか、そういうのもちゃんとクワッドコプターは、普通のヘリコプターはかなり、ここのこれを1本でやるのにかなり複雑な機構が入ってるんですけど、これも時間を持ったら時間もあるかは分かんないですけど説明しようかなと思うんですけど、結構それかなり面白いんで複雑なんですけどやろうかなと思ってます。ちょっと切りますね。はい、はい、音で聞いてみてもちょっとよく分かんなかったってことなので、まあ後で聞いてきてください、まあ、はい。で、クワッドコプターの構成要素、今言ったように一番でかいのはフレームですね。フレームで、フレームを買いました。で、フレームっていうのもちょっとサイズがあるんですよね。これは、250サイズ、250サイズって言われるやつで、こいつ自体は結構、レースで使われる機体を買ったんですよね。小回りが効いてフリップがしやすいからレースでよく使われる機体です。で、フリップって何、こう回転する、空中回転するやつ で、他にも、まあ、450サイズだとか、でかいものだと、800とかあるかな、まあ、なんかでかいやつだとなんかすごい何キロも持ち上げられるやつとかあって、ちなみにファントムだと大体、ペイロードは多分1キロ弱、これでもかなり不安定だったんですけど、それぐらい持ち上げられるんですけど、こいつはそんなに持ち上げられないですね。 AR ドローンの2で、大体、分かるかな、GoPro ってカメラがあるんですけど、これぐらいちっちゃいカメラ、それを、側全部剥がした状態でやっと上げられるぐらい、結構、でかければな、航空機ってそうなんですけれど、でかければでかくなるほど詰めるものが多くなって航続距離が伸びるんですよね。なので、例えばジェット機とか、ジャンボジェットとかはかなり
高距離飛べるんですけど、戦闘機とかは短い。まあそれはなんか結構相反なんか感覚と全然違うんですけど、まあ、そういう感じになっていて、クワッドコプターの世界でも、まあ、大きければ大きいほど余裕が持てて起動もできて、ただ小回りはちょっと効かなくなるから、まあそういう感じでトレードオフだなっていう感じですね。でフレームで、あとブラシレスモーターっていって、これ普通 のミニ四駆とかのモーターと違ってて、あのミニ四駆のモーターっていうのは、交換磁界っていって、あのプラスとマイナスを入れ替えながらこう回ってるんですよね。ブラシっていう部分で入れ替えてるんですけど、ブラシレスモーターっていうのはそれがなくて、じゃあどこでやってるのかっていうと、この後にあるアンプっていう ECS っていうんですけど、いや ESC だ ESC っていうところでやるんですけど、まあこれ、普通のモーターだと2本多分プラスマイナスで線が伸びてると思うんですけど、こいつは3本伸びていて、これがどれがプラスとかどれがマイナスとかではなくて、それぞれで交流みたいな、オンオフオンオフを繰り返してるやつが走っていて、それをモーターの中で組み合わせることで回るような、なんか磁石の流れが出てるんですよね。ちょっとこれはよくこれも図がないのかおかしダメなんですけど、まあ、調べてください。これも結構面白い話です。まあ、3層交流、まあ、知ってる方がいればあれですけど、3層交流と似たようなものだと思ってください。はい、で ESC アンプですね。ピロロロってなってたやつ、これが、普通の、こいつの機体の場合、12V の電源を食うんですけれど、それを変換してあげて、さっきのあと、コントローラーから送られてくる PWM 信号を、調整してあげることによって、まあ、その黒い線から出てくる電力をコントロールするっていう感じになっております。はい、でコントローラーです。これはちょっと後で、あ、こっちでいくかな。でこれコントローラーってマルチ Wii っていう名前のコントローラー使って、マルチ Wii っていうのは、Arduino ベースで作られていて、まあ、それには Arduino だけではできなくて、さっき言ったように球軸、傾きじゃないな、加速度と角速度と、地磁気のセンサーが、それがそれぞれ3軸あって、それを全部合わせて9軸で、9軸センサーって言われるやつがあるんですけど、それによって機体の傾きだとか今どっち方向に動いてるっていうのを検知して、まあ、うまいことを調整してあげるっていうのが、まあ、コントローラーになります。で Wii リモコンに、Wii リモコンの、モーションプラス、あの普通のじゃなくてモーションプラスっていう、なんかちょっと つけたりとか、なんか後期型のやつとか、ヌンチャクだとかについている球軸センサーがなんかハックしてみたら意外とお手頃だったみたいなことを話があって、それを使ったオープンソースプロジェクトがあるんですよね。でオープンソースなので NASA と違って中身が見えてハックがしやすいっていうのがあります。これは僕が NASA を使った時にはなかったことですね。はい、でマルチ E っていうのは、さっき見せたのは全部ワンパッケージになって、チップごとにもう完全にワンパッケージになって非常に優しいものなんですけど、これをハックし始めた当初っていうのは、まあ、こういう感じで、なんか線が、あのマルチ、これ Wii リモコンからなんか引っ張り出した基板なんですよね。下が引っ張り出した基板をこういう風に、上が、あの Arduino のミニっていう、ミニのプロか、プロっていう機種があって、それが結構ちっちゃいんですけれど、こういう感じでつなげてあげて、ファームウェア書き込んであげると、マルチコプターの、ファームコントローラーとして機能しますよっていうプロジェクトなんですよね。まあ国内でも結構、まあ、そこそこ使われてる人いるんですけども、国内は結構 NASA ユーザーが多いかなって観測範囲では。でこれで、PWM 信号を、Arduino から出してあげて制御するっていう感じになってます。もうこんな感じで無理やりつなげたような感じなんですけど、今あった製品でもワンパッケージになったやつがあります。はい、でもう一つバッテリー、バッテリーっていうのが結構なんで、これリチウム、普通、携帯電話とかに入ってるのはリチウム、同じようなリポバッテリーだったり、まあ、リチウムイオンだったり リフェだったりするんですけど、まあ、ちょっとそれと違って、何が違うかっていうと、制御回路が入ってないんですよね。普通のリチウム、携帯用とかのバッテリーは制御回路が入っていて、過放電、バッテリーっていうのは過放電に弱くて、過放電っていうのは使いすぎる、容量がなくなった以上も使うっていうのが弱くて、使っちゃうと火が出ちゃうんですよ。結構 リチウムってデリケートで、なので、まあ、結構管理が必要なんですよね。なのでコントローラーの中にはちゃんとバッテリーの電圧を測ったりして、警告が出てそれ以上飛ばすようなのもう自動着陸させるみたいなものもあったりとかします。まあ、こういうのも結構重要で、あともう一つ、なぜ飛ばした時は、冬だったんですけど、冬はリチこのバッテリーが本当に使い物にならなくなっちゃってて、なんでかっていうと、中は化学反応なので、化学反応っていうのは
温度が高ければ高いほど反応が良くなるんですよね。だから容量が増えて電流も流せる。あのモーターの場合電流が重要なんですよね。バッテリーこのバッテリー3セルなので12ボルト大体ですけど12ボルト出て、それが何十アンペアも流れるようなバッテリーで、だから、これ、1000ミリアンペアアワーで普通の多分 iPhone に入ってるのよりも多分弱いんですけれど、それでもやっぱ幅があって、1本あるようなこれこのサイズですね。これ1000ミリアンペアアワーでこれでもちっちゃくなった方らしいんですけれど、でもやっぱ電流を流すためになんか電気密度、電力密度を抑え、広くしてあげて電流をバッて流すっていうのが結構ヘリとか、まあ、それはこう、ラジコン用のバッテリーの特徴です。はい、あとプロポの受信機です。はい、まあ、こんな感じで、まあ、こいつ結構高くて3万円ぐらいでしたけど、多分1万円台くらいからあって、まあ、何が違うのかっていうとちょっと弱いっていう感じですね。はい、ちょっとこれ正しく続くと飛びます、本当です。はい。でフレームはこんな感じで作って、チンってなったんで急いで言いますけど、まあ配線します。配線こういう感じでタイラップでこう止めてって、本当は、モーターの近くにアンプを置きたくて、なんでかっていうと球軸が入ってるから、それのセンサーを狂わせないために、でかい電流が流れると、そこの周りに磁界、磁石の、まあ、で電解だとか磁界だとかが長い、余計なものが流れてしまってセンサー狂わしてしまうから、本当は話してあげたいんですけど、ちょっと面積情報があって、で中に配電盤があります。配電盤は他のアンプに、電流を流してあげて、バッテリーからの電流を分配してあげるっていう感じになってます。でできたのがこちらですと。はい、できました。で飛ばしてみましょう。これ動画いけるかな、いけるかな、飛べ。飛んだ。はい、こんな感じ。音なんないわ、浮いちゃいますね多分。こんな感じ、結構不安定なんですよね。フラ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 してて、ちょっと危なかしいなと思って、でこんな結構僕が頑張って後ろで頑張って制御してて、こんな感じでもうザーってやっちゃうんですけど、まあ、こんな感じで、うまく飛ばないとき、まあ、初めはうまく飛ばないんですよ。そう、調整しないから。めちゃくちゃ操縦難しいと。フィードバック制御って言って、PID 制御っていうんですけれど、フィードバック制御を、クワッドコプターって空力学的に不安定なもので、本来、なんか、自然に逆らって飛んでるようなものなので、機械の制御が必要なんですよね。機械っていうか、電子回路の制御が必要なので、それを強めてあげること、入れてやる必要があると。で、マルチ EV は GUI、もしくは CUI か PID をいじることができて、 D っていう、差分の値を高めにして安定しました。マルチ V のチューニングっていうのはこんな感じで、マルチ V コンフっていう GUI の公式化ツールがあるんですけど、これちょっと使いにくくて、僕は CLI っていうのがあって、なんかこれでやりました。こんな感じで、D の70っていうのをこう入れてあげると、なんかサクセスっていうなんか素朴な感じで出て、まあ、こんな感じで変わりますよって感じですね。で実際になるとあんまり変わんないかな、こんな感じです。さっきよりちょっと安定したかなって感じですね。で結構分かりやすい感じになりましたと。ちょっとフラフラかな。はい、でパールから飛ばしてみる話をしようかなと思います。でマルチ V シリアルプロトコルっていう、マルチ V にはちゃんとプロトコルを読める食える仕様があって、なんか中身はオープンソースなんですよね。だからそれでシリアルで、さっき言ったようにシリアルってことはいっぱい言ってるんですけど、UART でコマンド経由で操作も可能ですと。 PID をさっきのプログラムとかもこれを使ってます。まあ、せっかくなので、デバイスマルチ V とプロトコルマルチ V、まあ、シップイットはしなくて、まあ、全然使ってないんですけど、まあ、作りました。まあ、デバイスマルチ V の方は、デバイスシリアルポートっていう、もともと C パンモジュールがあって、それは、パールから、シリアル信号を制御するっていうモジュールなんですけど、それを依存しているのがこいつで、プロトコルマルチ V っていうのは、まあ、それを完全に、マルチ V のプロトコルを読み込んで、パールが理解可能な形に変換してあげる。まあ、こういう感じで、デバイスマルチ E は、まあ、デバイスシリアルポートを使ってるので、当然ブロッキング動作、イベントドリブンではないんですけれど、プロトコルマルチ E みたいに分離してあげることで、エニイベントシリアルポートっていう別のシリアルポートを使うライブラリがあるんですけど、それも使えるようにしようって感じでやりました。まあ、実にやってないんですけどね。はい。まあ、こんな感じで、ポートを指定してあげて、で、オープンしてあげて、あ、これテストです。テストなんで、エクセプションとか、テストフェイダーとかやってるんで、こんな感じですね。iNet っていうコマンドがあって、それで、なんかマルチ V のバージョンだったりとか、マルチタイプ 3.0 は、マルチ
マルチコプターって X 型だったりとか、あの3文字 Y 型だったりとかあるんで、3っていうのはその X 型のやつを示してます。でケーパビリティはよく分かんない言い分をしました。はい。でこんな感じでフェシア RC って感じで今のプロポの値を取ってあげたりだとか、書き込んであったりとか、こんな感じでできるようにしました。で問題点、常に送り続けないプロポ信号で上書きされるって思って問題があって、こいつは、MSP にマルチビーシリアルプロトコルっていうのがあるんですけど、 MSP っていうのは PWM 信号で、あの RC、 あのこういう感じでコンピューターから MSP で RC 上書きしますと、さっきの値ですね、1500、真ん中1500なんで、1000から2000枚だから1500書き込みますよ。でもなんかカウンターが、内部のコードみたいな中でカウンターが50にセットされていて、その間は MSP の RC で上書きしてあげるよみたいな感じになってたんですけど、これが一瞬でゼロになるんですよね、なんかめちゃくちゃ早くて。だから、こっちの信号で上書きされちゃうんですよね。もうだからなんかもう常に動き続けないといけなくて、パールじゃ全然間に合わねえぞってなりました。で、ガイド部分のコードはまあこんな感じになってて、なんか RC シリアルカウントが0以上だとなんかやるぞってなってるんですけど、まあ、こう変えて、プロポって、ここのスティック以外にもボタンが、ボタンっていうかなんかレバーですかね、スイッチがいっぱいあって、こうやって。これ何使ってるかっていうと、4本以外にも、この機種の場合は10チャンネルで合計4チャンネルっていうのはさっきの用とかロールなんですけど、それ以外にも送ることができて、まあこれのスイッチでなんかなんとかできないかなと思って、それ読み込む、まあ読み込んでるところがあったので、これでこのこれをオフの場合はあのパソコンからのコードで上書きしてやることによって、まあつまりさっきこれは同じ同様のことをファントムでもやってて、ファントムでもこうパチ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 して、やべってなったらパチってなるようにしてて、まあそういうことをやってました。で、そういうスイッチに使うと、右上を AUX1 って言うんですけど、他の5チャンネル目が AUX1 なんですけど、割り当ててあげることによって、パチパチできました。で、さて、パールが使えるようになったので、わ、長いな、結構から。はい。でもできないな。はい。パールが動く入手容易で、最もフットプリントの小さいコンピューターは、ラズベリーパイかなと思ったんですけど、これはなんか大体クレジットカードサイズで、まあ、ラズベリーパイはちょっとはみ出すぞって話になりまして。で、イーソンっていう、コンピューターがあって、これ切手サイズなんですよね。それに、ブレイクアウトボードっていう、なんか公式のやつをくっつけると、まあ大体60か、大体半分ぐらい、ラズベリーパイ。それ乗っけてあげると、もうなんか、ぴったりみたいな感じなんですよね。で、これをくっつけて、エジソンは、ペキ86だし、7V か 15V、つまり、ここのリボンのバッテリーの電源も直で食えるから、嬉しいなって。で、ラズパイについてない Wi-Fi と BT がもっぱついてる。で、こうレベル変換が必要、なんか、これ飛ばします。これはちょっとコミット話なので、マニアックな話ですね。起動してみるは、まだまだないので、エリソンは PLM 部とか、まあ、マカレルエージェントネットワークで入れて、マカレルエージェント良くて、スラック通知、まあ、これをやった時にデモ用デモの時になんか来て、基本クリティカルで起動した時に OK になる感じで物騒みたいな。大体起動し、なんかコンピューターってちょっと起動するのに時間かかるんで、いつになったら SSH 入っていいかなってなるんですけれど、まあ、こういう感じでマカレル入れとくと OK になった瞬間によし行くぞみたいな感じになって結構便利っていう。まあネットワークです。はい。こっちでリープモーションやろうと思ったんですけどできないな。でリープモーションでこうやってやることによってなんかこうドローンをこうやっていけないかなと思って、これが途中で途中だったんですけど、まあデモはやんないです、ちょっと時間がないんで。はい。結構でちょっとかなり操縦が難しかったので結構厳しいっていう話を言ってました。でこんな感じ、まあ原理は手の傾きを取って PSGエジソンに立って PSGI に対して Web API に立ってるんで、リクエスト投げて、その中でぐるぐるってやって書き込んで、ギュイーンっていう感じですね。まとめ、はい。ハードウェアハックには様々な方法がありますけど、やっぱり中身が分かっているモッドが一番たやすいなって思いました。まあ当たり前のことですね。ドローンは作る、みんなで作りましょう。はい。パールから操作できれば、まあドローンはいろいろ悪いことにも使われるので、いろんなこと、いいことや悪いことができて楽しいねって話でした。まあそんな感じでポケットフロートボードで検索してください。あと引き続き全員人事部もやってるので、興味がある方は言ってください。ありがとうございました。マコピさんありがとうございました。それでは Q&A セッションに入りたいと思います。質問のある方は手を、自作ドローンなんですけど、はい、単一速度取れるだけでだいぶ安定しそうだなという予感がするんですけど、なんか
今から秋葉原行ってきて買ってこれるようなその手に使えそうなカメラって今あるんですかね。まず対地速度を取る方法としてというか、AR ドローン、さっき一番初めに話した AR ドローンなんですけど、実は下側にもカメラがついてるんですよね。解像度の低いカメラがついていて、それで画像解析によって、対地速度を取るっていうプログラムになっていて、結構浜辺の方へ飛ばしてもなんかすごいその場にとどまり続ける、傾きこんな感じになってもなんか風がバーって吹いててもちゃんととどまり続けるみたいな感じの制御をやってて、まあ多分画像制御をやればよく、まあ、いいかなって感じですね。でプラス、アルディの用になんかマウスの光学マウスってあると思うんですけど、光学マウスをそのままなんかチップにしたみたいな部品があって、それを使うとなんか左右の増減が取れるんでその前にとどまり続けるっていう制御が可能になるっていう例が海外にあります。なので、まあ、それは結構、多分国内でも入手可能なスイッチサイエンスあたりで取れ買えるかな、サイエンスあたりで買えるかなと思います。あったかな、まあこんな感じでよろしいでしょうか。大丈夫です、ありがとうございます。はい、カメラ、そういえばビーバップドローンの補修部品が、はいはいはい、結構入手可能です。はいはいはい、それもいけるかもしれないですけど、プロトコルがちゃんとなんかこちらが読めるものかどうかですね。まあ、それは多分お城を見るとかロジアナ使うとかそういう解析をしないといけないかもしれない。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。それでは次の質問ありますか。自作は全部でおいくらぐらいかかりましたか。いい質問ですね。だいたい、コントローラーが5000円ぐらいで、一番高いのがモーターと ES セット全部買ったんですけどが1万2000円ぐらいで、フレームが4000円ぐらいで、あとバッテリーが2000円ぐらいかな。で、大体システム全体で3万以内に収まるんですが、ただ、プロポが一番高いです。こいつは3万円するので、大体5万円ぐらいになる。でもこれは、安いのを買えば、ちゃんと技適取ってるっていう、技適って免許がなくても飛ばせるっていう、取ってるっていうんであれば、多分1万円ぐらいで買えるので、コストは抑えられます。さあ、まあ、こんだけチャンネル多いのを選んだのはさっきみたいな制御、パチパチ変えられるって制御をしやすくするためです。はい、以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますか。あ、今日はありがとうございました。ちょっと今日の内容はちょっと僕にはすいません、ついていけないのもあったんですが、もうちょっと簡単な感じで、例えばドローンに提供されている SDK をパールからラップするとか、あとちょっとこれあるか分かんないんですけど、ドローンに用意されている API をパールから叩いて操作するとか、もうちょっとそういうやり方もで操縦できたりとかも今できるんでしょうか、ドローンっていうのは。はい、さっきまた AR ドローンの話をするんですけれど、 AR ドローンは、ちゃんとそういうライブラリというか SDK があって、それでしかもパールのモジュールのドローン、なんか、なんとかドローンっていう、ちょっと忘れたんですけどっていうシーパーモジュールがあって、それを使うことで、操縦できるっていう風なものもありますので、まあ買ってきてパール操作するっていう分には多分 AR ドローンとか、まあ、だからパロットのやつが結構 SDK が豊富なので、作りたくないんであればそういうのを使ってみてはいかがでしょうか。以上です。なんかもっと精密に動かしたいからここまでやったっていうような感じなんでしょうか。ほとんど面白半分です。ありがとうございます。やりたいからやったという感じですね。ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますか。あ、いらっしゃらないようでしたら、これでこのセッションを、終了いたします。発表ありがとうございました。